ばんは。一尺八寸のアルミパイプ尺八ハイブリッド、ここが抜けるハイブリッド尺八ね、これがこの度ね、抱き節ってここにあったと、一番狭いところがここにある、でここにリングを入れたということで、音の解消をしたと。パイプの中身が寸胴でまっすぐなであるがために、単なる音しか出なんだものを、尺八の音色にするために、この抱き節で、こういったリングを入れたと。この抱き節のところね、感じりのちょい上がったところの3番目ぐらいの節ね、竹でいうその節のところを抱き節といって、一番館内がすぼんだところにしてたのですが、もう一つね、抱き節にまあ匹敵するぐらいの音が変わるところがあったと。それは、歌口から入って第一管室っていうのはね、7管室ぐらいにこの尺八は分かれとるんですけども、第1番目のこの間隔ぐらいで、2寸5分ぐらいの間ね、3寸ぐらいまでの間かな、2寸か3寸ぐらいの間まで、第1管室、それから第2管室に入るちょい上ぐらいのところね、まあ、この辺りですけれどもね、この辺りに、ここが吹き口が 20.5 か21ぐらいで、ずっと20、こっから20ぐらい続いて、内径ですよ、内径が20ぐらい続いて、すっと細く19にストンと落ちるというとこがあって、まあ第1番目の一番近いこの第5穴の近いあたりにちょっと細くなるとこがあるんですね。でここが第二の抱き節っていうか、すぼんでくる始まりなんですね。でここもちょっと重要でないかということで、このさのかのかのこのマジックリングね、魔法の輪を、これ、2輪ついてますけど、1輪にして、ここにそっと入れたんですね。上からこう入ったところね、まあ20から太いとこから急に中にスッとすぼんだところ、初めてすぼんだところあたりに入れたということで、すごく音が良くなったということで、こういう綺麗な音が出だしたということも今日はご報告。第2の抱き節という形で、第一番目に渦、ここの大きな渦が振動になって当たるところが重要であるということも、この度また発見できましたので、第一番目の抱き節と次の抱き節という重要なところと、真ん中の継ぎ目のあたりと、まあ、尺八で抜いて刺すあたりの中央部分と、だから感じりと歌口が大事なというところと、抱き節と第二の抱き節、一番目にすぼんだところあたり、ね、この3要素ね、真ん中とこうある抱き節の抱き節が2つという、この調律のポイントを押さえたということで、この度第2の抱き節にリングを挿入したということね。で、それに対して7つの穴の分には、それにちょっと匹敵するようなとこがあまりなくって、この7つ穴に関してはこの、第5穴のここ、こうちょっと上がったぐらいね、だから、さっきの分から比べたらちょっと下降りたね。この辺り、第5穴からちょい上がったぐらいのところに、そのいう第2の抱き節が、7つ穴に関してはここに穴がもう一つ増えたということで、
これがで、これもこの第7番目7つ目の穴のちょい下ぐらいと、こことおなけ穴の際に近いあたりにそのいう抱き節を持ってきたと。まあまあこの マジックリングを入れたということで、音の調律に関しての鳴りの要素っていうのは一応これで習得したということで、これも、良き音が出た人ということです。吹きたいところやけどもね、やはりちょっとこう吹き鳴らしてからじゃないといい音が出ないようですね。で、今日はもうこの冬一番というぐらいに冷え込みですけれども、これ冷たい氷のように冷たいんですけれども、意外とその調律したために音が出るんですね、ブーッとね。だからこの5つの穴に関してはもうこの 春の海なんかバーッと吹けれると。この冷たい氷のような感でも出るということです。もう冬が一番尺八が弱いんですけれどもね、この金属で、氷のように冷たい尺八でもこれだけ出てくるっていうことは非常に、ありがたいことですね。だから抱き節のところにリング入れたんと、第二の抱き節ここの辺りにリング入れたんとが非常に効いてるということですね。この冷たいのに出るということは、ハイブリッド尺八、よろしくお願いいたします。声が口が分離できまして、マジックリング魔法の輪で、非常にいい音が出だしたと、今日は第2の抱き節がありますということをお伝えしました。よろしく。